19世紀、デニムは一世を風靡しました。丈夫だったからです。耐久性のある綿織物の需要が高まるとともに、デニムは労働者が着る作業着の生地に使われるようになりました。アメリカの綿工業は1810年代から20年代にかけて発展しました。ロードアイランドやマサチューセッツ、ニューハンプシャーではたくさんの工場が綿花を必要としていました。そして儲けを出すには奴隷が栽培する綿花を南部から仕入れるしかありませんでした。南部で栽培された綿花はその後どのような道をたどったのでしょうか。北部に運ばれた綿花はそこでブルージーンズとなりました。そして再び南部へと輸送されました。それを誰が履いたのでしょう。インターネット上に全米各地から逃亡した奴隷の広告を集めたデータベースがあります。奴隷の所有者が逃げた奴隷を探すためどんな色のどんな服を着ていたのかなどを記した新聞広告を出していたのです。Dark jeans clothes and a black hat. He carried off a blue cloth coat, one blue jeans, and two or three pair pantaloons. Has on a blue Kentucky jeans coat and striped plaid coat. Wore a brown jeans coat, one blue jeans, blue jeans pants. New brown When he jeans, left, a mixed jeans frock coat and pantaloons. Blue jeans, and a pair of jeans pants, a blue jeans homespun dress coat. 広告には詳細な情報が載っていて、奴隷が実際にジーンズを履いていたことが分かります。強制労働で生産された原料が別の地域に出荷され元の生産地に商品となって戻ってくる、この繰り返しです。やがて多くの奴隷が国内で製造された綿製品を着るようになりました。その布地はニグロクロスと呼ばれることもありました。衣服には様々な力があります。服装で個性を表現することもできれば、人に不名誉なレッテルを貼ることもできるのです。ブルージーンズはリーバイ・ストラウス社ができる前から存在していました。農民や工場労働者、そして鉱山労働者もデニムの服を着ていました。奴隷にされた人々もよく着ていました。19世紀後半には肉体労働に従事する人たちは業種を問わずデニムを身につけていました。ジーンズはその頃からありましたが、よく破れました。すぐボロボロになって使い物にならなくなりました。今みたいに長持ちしませんでした。縫い目を破った経験のある人ならわかると思いますが、衣服には構造上他の部分より強い圧力がかかるところがあるんです。ジェイコブ・デイビスは影の功労者です。ジェイコブ・デイビスはネバダ州のリノで仕立て屋をしていました。1870年代のことです。当時ネバダは金の採掘で栄えていました。ものすごい数の人が鉱山に押し寄せて莫大な富を築きました。しかし最大の利益を得たのは金を掘っていた採掘者ではなく、彼らに商品を売っていた人たちだったのです。デイビスはある女性から、うちの夫は大柄でしょっちゅうズボンが破れるから丈夫なのを作ってほしいと頼まれました。彼は考えます。ワッシャーとリベットならうちにたくさんある。馬の鞍に使う留め具をズボンの破れやすいところにつけてみようと。そうして彼はズボンの前開きの部分や前と後ろのポケットにリベットを取り付けたのです。このアイデアは大当たりでした。評判が評判を呼んで、個人経営の小さな仕立て屋ではさばききれないほど
大勢の客が詰めかけるようになりました。事業拡大を考えた彼はサンフランシスコの生地の卸業者リーバイ・ストラウスに共同経営を持ちかけました。特許を取ってリベットで補強したズボンを一緒に作りましょう。資金力のあるあなたに協力をお願いしたいと。こうして1873年、2人は特許を取得しました。 The basic design has not changed in nearly a century and a half. Today, every pair of Levi blue jeans have six copper rivets that ensure the longevity of each pair of pants. リベットは耐久性を高める上でとても重要です。どんな負荷にも耐えられる鎧を作るようなものでした。銅のリベットを加えたことでジーンズは働くアメリカ人なら誰でも入手できる最も丈夫な作業着となります。 I'm looking for the ultimate jeans.19世紀の終わり、アメリカ人の大半は肉体労働者でした。労働者の 70% 近くが農場や工場、鉱山、建築現場で働いていました。ジーンズの巨大な市場があったのです。ジーンズは当初ウエストオーバーオールと呼ばれていました。当時作業着の主流はオーバーオールでした。ジーンズは胸当てがなくウエストまでなのでウエストオーバーオールというわけです。1890年、リーバイ・ストラウス社の17年の特許期間が終了しました。誰でもリベットで補強したポケットを作れるようになって、みんなが飛びつきました。特許が切れるとリベット付きのズボンと似たようなロゴがついた商品があふれかえりました。たくさんの会社が自社バージョンの新しいワークパンツを作って売り出しました。そしてジーンズは大きく進化していきました。最初はポケットが一つ、前開きはボタン、ベルトループがなかったのでサスペンダーが必要でした。しかし鉱山では作業中肩紐が何かに引っかかると崩落する危険があるので、ウエストバンドにロープを巻きつけている人もいました。お尻に2つ目のポケットとウエストシンチがつきました。前開きにジッパーを追加、ベルトループも。股間のリベットは長年不評だったのでなくなって喜ばれたと思います。復活することはありませんでしたから。デニムが変化したようにアメリカも変わっていきました。20世紀初頭にデニムを着ていた人を想像すると、どうしても憧れを含んだ美化されたイメージが浮かんできます。でも実際は年齢も人種も性別も違う様々な人がデニムを着ていました。南部の小作人も鉄道建設に従事した中国からの移民もそうです。ゴールドラッシュの噂が全米のみならず世界に広まると、文字通り世界中から人が殺到してサンフランシスコに人が集まるようになりました。サンフランシスコは一夜にして好景気に沸く大都市になりました。世界のどこよりも多様性があり、国際色豊かな街へと変貌したのです。当時サンフランシスコでは移民排斥主義者がよそ者に仕事を奪われると激しく抗議していました。移民に対する反感は中国人労働者の追放を中心に掲げる大規模な政治運動に発展しました。人種差別が激しくなって、あなたの服を作ったのは中国人ではない、白人労働者のみで製造といったタグまで登場しました。サンフランシスコに拠点を置くリーバイ・ストラウス社は中国人は雇わず地元の白人を採用すると決めました。
現在に至るまでの歴史のすべてを受け入れるのは非常に難しいことです。ジーンズは私たちがこれまで向き合ってこなかったアメリカの歴史に目を向けさせる絶好の題材です。大恐慌の頃、政府に雇われた写真家たちが全米各地を回って人々の日常生活を記録しています。デニムはアメリカを象徴する衣服になっていました。西海岸の港や造船所で働く人々、エンパイアステートビルの建設作業員、色あせたオーバーオール姿のタバコ農家の写真もあります。デニムという共通のアイデンティティがあったおかげで、人々は暗い時代でも一体感を持つことができたのだと思います。1930年代頃までデニムは単なる作業着でした。デニムが必需品からファッションへと変わったのはもう少し後のことです。そこには西部開拓時代へのノスタルジアが大きく関わっています。西部劇のおかげでカウボーイはある意味国民を大恐慌から救い出してくれる強いアメリカ人の象徴になりました。アメリカにはイギリスのような王室はありませんが、ジーンズ姿のカウボーイが輝かしい騎士のような存在だったのです。西部劇の影響力がいかに大きかったか現代人には理解しがたいでしょうね。当時アメリカは田舎の農業国からほとんどの人が都会や町に住む国へと変わりつつありました。人々は失われたフロンティアを懐かしんでいたのです。そして西部劇に出てくるカウボーイはほとんどがジーンズを履いていました。しかし西部にジーンズが浸透した経緯を考えると、その物語には問題があると分かります。西部劇に登場するのは白人ばかりです。でも実際西部にはもっとさまざまな人種が住んでいました。労働人口のかなりの部分は有色人種でした。メキシコ人やアメリカ先住民、そしてアフリカ系アメリカ人がカウボーイ全体の8分の1から4分の1を占めていたはずです。白人ばかりの西部劇と違って現実ははるかに複雑でした。ハリウッドが描いたカウボーイはデニムが労働者階級以外に広がるきっかけになりました。一方でこの頃のアメリカは経済的に大きく分断されていました。大恐慌時代、ほとんどの人が苦しい生活を強いられていました。でも一部の富裕層は以前と同じように旅行や買い物を楽しんでいたのです。牧畜や伝統的な農業も大打撃を受けて収入が望めなくなったため、多くの牧場がより安定した収入を見込める観光牧場に目を向けました。牧場の多くは偏僻なところにあって、列車と馬を乗り継いで2週間かかることもありました。高額の料金でゲストを受け入れて牛の群れを集めたり、夜勤を押すなど牧場の仕事を体験してもらいます。観光牧場は女性にとってチャンスでした。
1930年代アメリカ社会はまだ女性がズボンを履くことを心よく思っていませんでした。二股に分かれた形が女らしくないと。デニムを履けば女性たちは泥だらけになって狩りや釣り、乗馬を楽しむことができました。観光牧場でブルージーンズを体験したおかげで女性たちはより自由に動き考えられるようになりました。アメリカ社会における自分たちの地位を見つめ直したのです。女性たちは初めてこういう服装が好きだから着るんだと口に出して言えるようになりました。アメリカのブルージーンズメーカーは女性向けのジーンズを作れば巨大な市場を勝ち取ることができると気づいたのです。ジーンズがファッションに取り入れられるようになったのは1930年代でした。旅行の記念品となり、上流階級のシンボルとなったからです。皮肉なことに、労働者の衣服が働かなくても余暇を楽しめる富裕層の象徴となったのです。写真を並べてみるとその格差は明らかです。中西部の労働者階級とファッション雑誌ボーグに掲載された女性たち、当時のアメリカが極めて不平等だったことが見て取れます。Since October 16, 1940, millions of American men have joined the armed forces to defend our country and our democratic way of life. 第二次世界大戦でジーンズは一気に普及します。The minute the ship left port, neckties were dropped. The enlisted men wore dungarees and the traditional white hats were dyed blue. Here are the men who will fight for you. デニムは第二次世界大戦で世界中に広まったと言えるでしょう。海外に派遣された兵士たちは非番の時によくブルージーンズを履いていました。地元の人たちがそれに注目して、映画スターみたいでかっこいい、僕らもあんな格好がしたいと思ったわけです。1940年代の戦時下には国民の愛国心が高まりました。その結果、デニムの青は赤、白、青の3色からなる星条旗の青を意味するようになりました。その典型的な例がリベット打ちのロージーです。この絵はノーマン・ロックウェルの作品で、サタデーイブニングポストの表紙を飾りました。ロージーはアメリカ人女性の代表です。男たちがヨーロッパで戦っている間、候補での支援を買って出た女性たちです。600万人もの母親や娘たちが男たちに代わって毎日働きに出るようになりました。大半がデニムを着ていました。Waitresses, sales girls, housewives.These girls are now ready to tackle the work of producing weapons and equipment essential to our armed forces. Rosie, 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 working on assembly line. The day of days for America and her allies. How jubilant was the taste of victory. How sweet the rewards of peace. From all the scattered battlefields,He returned home again to find a soldier's welcome. So what? 兵士たちは帰国後もデニムを履き続けました。履き心地が良くて丈夫で長持ちですから、すっかり気に入って手放せなくなっていました。第二次世界大戦が終わり、帰国した兵士たちは。辛い体験を共有した者同士、強い仲間意識を抱いていました。塹壕の中で連帯を強めていた男たちが、
9時5時で働く決まりきった生活に戻ったのです。中にはうまくなじめない人もいました。でも大型バイクとデニムの組み合わせは彼らにもしっくりきました。ジーンズに T シャツ、ポケットにはタバコを突っ込んで、いかにもタフって感じです。突然バイク乗りが現代のアウトローになったんです。アウトローは常に大衆の想像力を刺激してきました。ジーンズ姿のアウトローのイメージは映画によって広まったものです。1950年代のハリウッド映画でよく目にします。例えば映画暴れ者のマーロン・ブランド、彼が演じる男は何に反抗しているのかと聞かれます。すると彼にとって反抗する理由はどうでもいいんです。第二次世界大戦以前の若者は親と一緒に住んで学校に通い、卒業後は働きに出て家計に貢献するのが一般的でした。戦後は中産階級が急増し、子供たちはレジャーを楽しみ自立できるようになりました。アメリカは消費社会に突入します。物を買い着飾って成功をつかむことが目指すべき生き方になったのです。ティーンエイジャーは働いて稼いだ金を自分のために使いました。車やレコードを買ってロックンロールの流行にも一役買いました。ジーンズはクール、かっこいいという図式が出来上がったんです。1950年代デニムはますますライダーや不良少年と結びつけられるようになります。大人たちはティーンエイジャーにジーンズを履かせたら不良になってしまうという不安を抱えていました。学校はジーンズを禁止し始めました。ジーンズを履くのは不良への第一歩。そのうちおばあさんを襲ってハンドバッグを奪うようになるかもしれません。親世代が締め付けたせいでジーンズの売り上げはガタ落ちでした。多くの家庭が突然買わなくなりましたから。事態を憂慮したデニムメーカーは団結してデニム協議会を結成しました。デニム業界は大々的なキャンペーンを始め、ジーンズの悪い着こなしに対抗して健全な着こなしを PR します。これが正しい着こなしの例。きちんとしたシャツと組み合わせてとても健全に見えます。一方、長い髪にグリースを塗った子たちを悪い例として紹介して、良い子だってジーンズを履けるとアピールしたのです。彼らはデニムの日を制定しようとしました。そして全米各地でさまざまなキャンペーンを展開しました。カウボーイや冒険や歴史を通してアメリカを再発見するキャンペーンです。一連の広告でブルージーンズ離れの流れが逆転します。60年代初めにジョン・F・ケネディが
若者を海外にボランティア派遣する平和部隊を創設しました。隊員のユニフォームはブルージーンズでした。つまりこの頃ジーンズは不良少年だけのものではなくなっていたのです。この時期一つ興味深いことがあります。それはデニムメーカーが1950年代に反逆のイメージを必死になって払拭しようとした後にあの60年代が到来したという点です。ヒッピーズ made a colorful scene with wild costumes, uninhibited dancing, and general high frolic. 1960年代のデニムといえばすぐヒッピーを思い浮かべます。ベルボトムと絞り染めのシャツのイメージです。でも当時デニムを着ていたのはヒッピーだけではありませんでした。豊かな黒人ではなく貧しい労働者との政治的結束を示すためにデニムを着た大学生たちがいたのです。ハワード大学やフィスク大学の黒人の大学生たちは南部へと向かいました。そして選挙権を求めて何十年も戦ってきた労働者階級や小作人と一緒にデニムを履くと訴えたのです。彼らは理想に燃えた反逆者でした。若い黒人のデモ参加者があの服装をするのはとても危険でした。というのも彼らはただでさえ社会的な地位が低いとみなされる状況にありました。ですから労働者階級と結びついた服装をするのは極めて大胆な行動だったのです。南部で起きた運動が広がり全米のメディアの注目を集めるようになると運動に加わるために南部を目指す白人の学生たちが現れました。白人の学生たちは北部に帰る時もデニムを着ていました。これが60年代の反逆する若者のファッションにつながるのです。They represent a new form of social rebellion. They dress in bizarre and colorful ways. Hippies are very interesting to the young. 60年代はデニムの歴史において極めて重要な時期です。公民権運動でもそうであったように、ヒッピーにとって服装は政治活動の一つの形でした。Of course, it's a whole different way of living. It's a whole different way of thinking. So many of the civilians have no concept.カウンターカルチャーでは創造性や個性、自己表現が重視されていました。人々はジーンズを派手に飾り立てました。フリンジを縫い付けたり羽をつけたり、パッチワーク、ペイント、刺繍したりズタズタに裂いたり、突然ジーンズがキャンバスになりました。もともとクールな要素はありましたが、ロックスターやミュージシャンが着ると一段とクールに見えました。例えばザ・フー、ジャニス・ジョプリン、ドアーズ、ローリング・ストーンズ、レッド・ツェッペリン、みんな彼らを見てデニムに憧れたのです。ウッドストックのドキュメンタリーは私たちのファッションの概念を広げました。ノースカロライナに住む子供だった私は映画を見てあんな服が着たいと思いました。デニムはヒッピー世代の若者たちのユニフォームでした。多くのデニムメーカーがそれを利用しました。リーバイスの広告の変化はとても興味深いです。というのも1950年代の広告はカウンターカルチャーから必死に距離を取ろうとしていたのに、1971年頃の広告は野外フェスの大観衆の写真にブランドのロゴを入れただけなんですから。
1970年代初めにはヒッピーのスタイルを取り入れたファッションが広く浸透していました。ファッション業界は進歩的な若者たちの虜でした。真の解放運動はジーンズの中にあるといった広告を掲げるデザイナーまでいました。皮肉なものですね。若者たちの反逆の証だったデニムが1970年代になる頃には商売の種にされているんですから。ファッション業界は本物のサブカルチャースタイルを吸収してそれをシステムの一部に組み込みます。危険な感じがしても取るに足りないように見えてもクールなスタイルは何でも取り入れて欲しがる人がいると見れば市場に送り出すのです。